幕末は、日本の歴史のうち、江戸幕府が政権を握っていた時代の末期を指す。本記事においては、黒船来航から、母親戦争までの時代を主に扱う。幕末の期間に関する厳密な定義はないが、1853年7月8日の、黒船、すなわちマシューペリーが率いるアメリカ海軍艦隊の、来航をその指揮とする見方が、 一般的であり、王政復古の大号令においても、そもそも水の投資以来未曾有の国内が、体制変革の活気として指摘されている。周期については、1867年11月9日に、徳川義信が、体制奉還を行った、時点、翌1868年5月3日の、江戸会場の時点など、様々な見方がありうる。 旧幕府軍による抵抗が終わった箱館戦争の終結。幕藩体制が完全に終結した。廃藩地権を断行した1871年8月29日。西欧式の太陽歴であるグレゴリオ歴を元号に採用する前日の1872年12月31日なども周期となり得る。幕末は西洋の衝撃を受けた。 国防意識の高まりとナショナリズムの没効を背景に、ミト学のような日本型海思想を基盤として、国体意識が高まり、徳川将軍が事実上の国家主権者として、君臨する、爆破体制が解体され、国内の政治権力の再編が進む過程である。その中心を担ったのは、薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩などの、いわゆる西南乳藩であった。 この時期には、鎖国を放棄して開港した日本が、外国との自由貿易の開始によって、世界的な資本主義市場経済と植民地主義に、組み込まれた。また一部での排外主義の高まりにもかかわらず、列強の圧倒的な存在感により、社会自体が、西洋文明の影響を受けて、劇的に変化していった時期でもある。この幕末の過程は、例えば、 島崎東村の長編小説、夜明け前など多くの文学作品にも描かれている。政治的側面においては、幕末を単なる過渡期とするか、あるいはそれ以前以後とは異なった独自の政治体制とするかの二つの見方に分かれる。一方で、国際関係史的には近代として扱われ、一連の条約の締結により、日本が、 西洋近代システムへの参入を果たした幕末から第二次世界大戦で敗れて天皇を主権者とする帝国主義国家が崩壊するまですなわち開国から第二次世界大戦敗北までを近代とする見方も存在する幕末とそれに続く明治時代は幕末明治として一括されて呼ばれることも多い外国勢を迎え撃つために 品川台場に設置されていた80ポンド、制度制化農法1853年7月8日、アメリカ合衆国が派遣した、ペリー帝徳率いる4隻の黒船が、浦賀沖に来航し、江戸幕府に開国を迫る、大統領国書をもたらした。老中主座の安倍正宏は、解剖参与、徳川成明らや、松平義長、島津成明らら審判。 戸様大名をはじめ、庶民に至るまで、多様意見を求めた。こうした、激動の中、将軍、徳川家吉が死去し、生死の家貞が13代将軍に就任する。翌1854年2月13日に再来した、ペリーは、重ねて、開国を要求する。全県の林副祭らとの交渉により、 1854年3月31日日米和新条約が締結され、いわゆる鎖国体制は終焉した。また、英国のスターリングと水野忠則の交渉で1854年10月14日に日英和新条約、ロシア帝国のプチャーチンと川地敏明ららの交渉により1855年2月7日に、 日露は新条約、やや遅れて1856年1月30日には、日蘭は新条約調印が締結された。国交を樹立した幕府での体制再編のため安部は、幕府や外部からの人材登用、研究教育施設の創設、軍事体制の再編を行っている。長井久し、岩瀬忠成、大久保一王の解剖か決め付け登用や長崎、 海軍伝習所や番所調べ所の設置などもその一つである。開国以前より継続していたこれらの改革は安政の改革と呼ばれ、かつ改修もこの動きの中から注目される。日米は新条約では、新水の給与のための下田、函館海港と並んで、両国の必要に応じて、総領事が置かれることとなり、1856年。 米国はハリスを下田に派遣する。ハリスは自由貿易と開港を目的とした通商条約の締結を幕府に迫る。安倍死後、老中主座となった堀田正人氏は徳川成明を罷免し、ハリスを下田より上屠させ、1857年12月7日には将軍徳川家定に廃越させた。ハリスは江戸で第二次アヘン戦争における、 真の敗北などの世界情勢をホッタに伝え、英仏が日本に不利益な条約を強制する危険があると主張した。この事態を避けたければ、アメリカとの条約を先に締結するべきとするハリスの発言について、ホッタは虚偽を含む主張と承知しながらも、通称条約締結は不可避と判断し、交渉を進めた。合意した内容は、領事裁判権を認め、 関税自主権を有さず、かつ偏無的最恵国待遇を犯した不平等条約であった。幕末の期間、定位に在位していた公明天皇条約内容に合意した後、堀田は公明天皇の直居を求めるべく、上落して、関白、九条久忠を通じて工作を行わせた。しかし、公明天皇は異国人、 なで恵むのための浸水給与は認めていたが、開始や開港には反対しており、また岩倉智美ら多くの区下が、関白の幕府寄りの姿勢を批判したため、直挙は得られなかった。一方、病弱であった、将軍家貞に子がなかったため、将軍の軽視を誰にするかについても、国内世論が二分した。奇襲藩主。 徳川義富を押す南紀派と、一橋徳川家当主、徳川義信を押す一橋派が激しく対立し、条約問題とともに、江戸、京都での政治工作が、熾烈化した。一橋派では、橋本さない、西郷隆盛、南紀派では、長野義子とら下級武士がこれら工作に活躍した。後に、島津斉明はこれらの問題の解決を図るため、 立兵状況を試みるが、結構の直前に病を得て休止した。1858年6月4日に大老に就任した、井直介は、将軍軽視問題と条約問題等強権的な手法で一気に解決を図った。すなわち、将軍職については、大老就任直後の1858年6月11日、奇襲警復を後継に決定する。 吉富は、家持と改名し、江戸城へ入った。直介自身は、直居は必要と考えていたが、直居不要とする老中の松平正方に押され、7月29日、直居の降りないまま井上清史家と岩瀬忠成を全権として、日米修好通商条約を調印した。調印直後に、いいは、ったと松平正方の老中を罷免し、代わって、 老中在職経験のある、大田助春、真部明勝、松平則利明を老中に任命した。その後、日米修好通商条約と同様の条約が、イギリス、フランス、オランダ、ロシアとも結ばれた。開始開港は、段階的に行うとされたが、これについては、いいの後継である、安藤信正が派遣した、文久剣王施設により、 ロンドン覚書が調印され時期をずらすことになる。こうした、直オの強権的手法には、反発が、相次ぎ、徳川成明、徳川義勝、松平義ながらは抗議のため途上するが、無断で途上したことを理由に逆に直オによって、禁止処分を受けることとなった。公明天皇を無視する形で、条約調印が続くと幕府寄りだった。 関白、九条久忠は、天皇の信頼を失い孤立していくが、それでも、内乱権を有する関白は依然として、最重要人物であった。それが1858年9月14日に、内乱を経ずに幕府と水戸藩へ、土の絵馬の密直が出され、その後に九条関白が、幕府のために情報を漏談していた事実が明らかとなり、辞職を求める。 内直が出されて、内乱は停止された。湿地回復を図るべく老中の学部秋勝、京都諸市大の酒井忠義が上洛し、この密直に関わったとして、近藤茂左衛門、梅田雲賓を逮捕したことを皮切りに、尊上志士の雷未希三郎や、前関白の高塚様三道の家臣の小林、義則など、公家の家臣も含めた意が主導する幕府に反発する人物が、 次々と捉えられた。この威嚇を背景に、真鍋は九条関白の復職と吉富改め、家持ちの将軍宣言を実現権威させ、事実上の条約直挙まで獲得した。真鍋のさらなる朝廷への威圧により、上位派の左大臣、この江忠弘右大臣、高塚佐助宏が次官し、全関白の高塚佐正道、全内、 大臣三条三熱綱と共に落職、出家するに至った。江戸においても、意によって弾圧が行われた。特に、水戸藩への弾圧は過熱を極め、過労のあじま脇は切腹、奥遊筆の、茅根ねいよのは、残罪、密直を江戸に運ぶのに関わった、うかい吉左衛門、高吉夫氏はそれぞれ残罪、極門となった。大名や旗本では、 徳川成明が英知居、一橋義信、伊達宗成、山内大道らが、隠居謹慎に処されたほか、一橋派と目された幕臣の岩瀬忠成や長井、久志が免職の上英知居を命ぜられ、さらには、老中の大田助春、真鍋昭勝も罷免された。また、逮捕された三条家家臣の飯泉紀内の手紙から、謙虚者が増え、橋本佐内な,なども捕獲された。 京都で捕らえられた人物は、江戸に送られ、江戸の逮捕者と共に、取り調べが行われた。取り調べの結果、橋本左内、雷美木三郎、飯泉紀内、松下孫塾の主催者、吉田松陰は、残罪となった。梅田雲平や小林義則、密着に関わった薩摩藩士、草壁伊曹寺らは獄死した。これら世論や朝廷へ働きかける、運動家、 オピニオンリーダー、その保護者や審判である、封建諸公、幕府内部の実務官僚らが標的となった、政治的弾圧を、安政の大国と呼ぶ。ミッド藩内では、土の絵馬の密直変換問題をめぐりセクト主義に、陥り、撃破と鎮派に分裂、彼らと対抗する、門伐派の諸政党と混迷を極める結果になる。安政の大獄は、旧一橋派や、 上位派、尊能派の反発を招く。度重なる弾圧に憤慨した水戸藩の撃破や、薩摩藩の老子は、密かに暗殺計画を練り、1860年3月24日、江戸城都城の途中の直助を、桜田問題にて襲撃して、暗殺を決行した。政権の最高実力者に対する暗殺という結果は、幕府の権威を大きく失墜させることとなった。 長崎海軍練習所絵図鍋島法、伊佐尾海蔵。オランダの軍人を教師に、幕府海軍の海軍士官を養成した。伊伊直介の死から、幕閣は、久世広金と安藤信正が、実質上の主犯となって運営された。幕府は、朝廷の権威により、幕威を回復せんと、後部合体を推進。万、ま、延元年4月12日、 王女和宮親子内親王の徳川家持への効果を朝廷創生したが、公明天皇はそちの宮たる人と王との婚約を命じており、拒絶をした。幕府は、請願を繰り返し続け、公明帝の自重であった岩倉智美は、後部合体を通じて穏やかに、王政回復の機会を得るべきと進言した。幕府が、78か年ない十か年という期限を、 つけて、条約破棄か、武力劇場を約束したことで、公明天皇は、効果を認め、和宮は、文久元年11月15日に、江戸城に入った。公明天皇は、幕府の外交措置を信頼しようとするが背庭を、格策しているとの噂が立っており、直視として、岩倉と、千草雄文が関東へ下校。徳川家持より自筆で忠誠を誓う聖書を書かせた。 文久2年4月7日、孔明天皇は幕府と決めた期限に必ず上位をなす意思を明らかとした。結果として幕府は自らの約束に縛られる結果となった。安政6年6月2日に横浜港が開港した。居留地が置かれ外国人が住居を往来したが、キリスト教の日本への布教は認められていなかった。 貿易は木と茶が輸出され、綿紙、織物が輸入された。国内と国外の金貨銀貨は、それぞれ同一質量で交換されたが、日本の金銀比価の問題より短期間に、大量の金、一節に10万両と言われる、大量の金の海外流出を招いた。万、ま、円元年4月10日、幕府は、万円小判を発行して、混乱に対応した。 しかし従来の店舗小判に比して、金の量を約1、3とした、万円小判は既存の小判を、含有金量に応じて、増幅通用としたため混乱を招いた。横浜商人など利益を得た者がいたが、自回り経済圏の在京商人は、生産地より、江戸の豚屋に物資を改装せず品不足と、物価高騰が発生した結果、都市の打ち壊しや、地方の一気が激増した。 経済の混乱のためごしな江戸海総令が出されるが、イギリスは、キートの輸出制限に不満を募らせた。今日から見ると珍しく輸出にも、関税をかけていたが関税収入を幕府が独占した、ため西南遊藩は、不満を持った。こうした問題は、撮影戦争後に英国と薩摩藩が接近していく、素地となり、横浜砂港と兵庫海港に見られる貿易統制を、 めぐる幕府と夕飯との圧力を生む要因となった。他方、外交では、横浜での貿易が、盛んに行われる中で、1861年2月に、ロシア軍艦ポサドニック号が占領を企てて、津島に退迫するロシア軍艦津島占領事件が、発生する。ロシア側が、芋先に兵舎を建設して、付近の永久咀嚼権を要求する事態に発展し、 津島藩や島民が抵抗して、幕府も外国奉行の小栗ただまさを派遣し、撤退を求めた。しかし、ロシア艦は動かず、結局イギリス公使オールコックの協力の申し出により、イギリス艦2隻が派遣され、8月にようやく退去した。幕府の後部合体が停滞する中で、大名は中央政界に国論を引っ下げて乗り出した。長州藩は、 長井画学を京都へ送り、公開演略作の建白書を朝廷へ上らせ、長井は、文久元年6月2日にご可能されたことを、伝えられ漁政の赤を賜った。また、同年8月3日に、安藤信正と面会し持論を述べる機会を得た。長州藩の後部終戦の動きは、薩摩藩を刺激した。文久2年。 京都諸市大の堺忠義を無視するかのように続々と、志士が入教した。彼らは、和宮公家を指導した、堺や関白、内乱九条久忠といった、後部合体派を敵視していた。牧泉、草加玄髄を中核とする、草の根のネットワークが形成され、オルグ活動では、清川八郎の九州遊勢が貢献した。関東の遊藩である、水戸藩では、 医安殺の実行者を追悼する一方を、撃派の要人を賛成に登用する形で安定を図った。しかし、上位の意志が固い撃派は、長州藩の桂小五郎、松島強志像と提携し実力行使による、幕政改革を施行していたが、長州藩は、公開延約策が反論となり、動きが取れなくなった。撃派は、 宇都宮藩の大橋突案と提携し、文久2年1月15日、安藤信正を江戸城を咲かした門外で襲撃した。安藤は負傷し命は助かったものの後に失脚した。幕府から睨まれた宇都宮藩は、ガモウ君兵が党派調査をしていた天皇陵を周波するという奇策を用いて、後部の間に運動をしていくが、当然に事情としては、 矛盾が続いている。また、過激尊上死死による、偉人斬りが横行した。安政6年に、ロシア施設の護衛艦隊の乗組員が襲撃されて2名が、死亡し、同7年には、オランダ船長と商人が殺害されたほか、蔓、ま、延元年には、アメリカ講師、ハリスの通訳ヒュースンが、薩摩藩士に襲撃され、命を落とした。また、文久元年には、 ミトハン氏がイギリス公使館を襲う東全寺事件が勃発した。文久2年4月16日、薩摩藩の最高実力者である島津久光は、後部合体を実現すべく、藩平を率いて上京した。事前に、大久保はじめ像を死者に立て上京の直居創生を、工作したが遠極に断られ、天朝の危機に、直命を報じて、 幕政改革を実行させる意欲のもと独断で、京都へ登った。志士の動向に怯えていた朝廷は久光へ、老子沈部の勅命を与えた。一方、久光は前、左大臣のこの絵ただに開国、軍備増強を建白した。ただ、気がかりは、薩摩藩内の尊能上位派の暴発であり、有馬新七は、薩摩藩を尊上派に引きずり込むためにテロを計画し、 堺諸次第と九条関白を対象とした。久光は彼らに監視をつけて、説得に当たらせたが、そんなお上位派が上京して、船宿に入ったため、やむなく粛清を行った。久光の朝廷工作により、幕府改革への直視として、大原重徳が使わされるという事態となる。幕府側にはそれを拒否する力はなく、安静の大国で失脚した。 徳川義信を将軍貢献職、松平春学を政治総裁職とするなどの人事を含む改革を余儀なくされた。そして、幕政に返り咲いた義信春学や春学のブレインである横井昌南らにより、松平片森の京都守護職人名や参勤交代制の改革などが行われた。 一方、久光率いる薩摩藩兵は帰国途中の1862年9月14日、生麦村で行列を横断しようとした、英国人に切りつける事件を起こす。イギリス側は、犯人の処刑を要求するが、国府の久光が、開国論でありながら、内部では未だ開国論に統一されていない、薩摩藩では、この要求に従うことができず、後に過婚を残すこととなる。 その後、京都へ凱旋した、久光だが京都は、尊王上位派に政局が占拠されており、長州藩では、桂や草加、牧泉のため長井は失脚させられ反論は、尊王上位へ転換されていた。行き通りが収まらない久光は、鹿児島へ引き上げた。尊王上位派に占拠された京都では、長州藩、土佐藩の尊王上位派が、朝廷への圧力を利用して、 将軍上落運動を強要した。土佐藩に関しては、藩主の山内豊藩が、土佐金納党の竹市瑞山らを率いて、上京しており、長州藩と密接な連絡を取って朝廷に働きかけていた。こうした運動が実を結び、三条、美,美姉が工事工事が江戸に下り、幕府に上位結構と将軍上落を督促した。幕府内では、 小川御用取うりぎの奥久保一郎が、開国論を解いて朝廷に拒否されたならば、大政奉還をせよと主張したため左遷され、幕閣は将軍上落を受け入れることを決めた。そして、1863年4月21日、家持は将軍としては200年ぶりに京都に入ったが、朝廷のペースに巻き込まれ、 1863年6月25日を、もっての上位結行を約束させられてしまう。ただし、幕府は上位を武力行使ではなく条約の撤回と解釈し、老中の小笠原おさゆきが、独断という形で、生麦事件の賠償金を支払う一方、横浜からの一時退去を諸外国に申し入れたが、これを拒否されている。他方、 上位結行の日である6月25日、長州藩は、草加玄瑞らの指揮のもと、関門海峡を通過する、外国商船に砲撃を加える。しかし20日後に、アメリカ合衆国、さらにその4日後にはフランスからの報復攻撃を、受け放題を占拠されるなど、上位の困難さを身をもって知ることとなる。また、反平の軟弱さを嘆いた長州藩士、高杉晋作は、 新たに武士以外の身分を含む騎兵隊を結成、それに続いて諸隊が次々と結成され、後の長州藩の武力となっていく。また、生麦事件の賠償問題がこじれたことから1863年8月15日、薩摩藩と英国の間にも戦争が勃発。撮影戦争では、イギリス艦隊による鹿児島城下砲撃と、 それに反撃する薩摩藩砲兵との間で戦闘が発生した。イギリス側の人的被害が大きかった一方、鹿児島市外の一部が消失し、薩摩藩もまた上位の不可能性を悟り、反論を開国に統一することとなった。この交渉によりイギリスは、薩摩藩が、実は、開国論に立っていることを知り、以後薩摩藩と急速に接近していくこととなる。 金門の変を行使として、日本国内の争いは内戦へと発展していく。上位と称して、外国船に砲撃を繰り返した長州藩は、イギリス、フランス、オランダ、アメリカの列強四国によって、砲撃を受けた。この頃、京都へ、尊王上位派の志士が集い、天中と称して反対派を暗殺するなど、治安が極端に悪化していた。 安政の大国に関わった苦情家家臣の島田左近の暗殺に橋を発したこれらのテロ行為は爆心や公家を恐怖に陥れた。逆に尊上派の代表とみられた姉が孔子、孔子が暗殺される事件や尊上志士の本間誠一郎が暗殺される事件も起きた。岩倉智美ら公部合体派の公家は排除され、参上。 ミミラ尊王上位派の区下が長儀を動かすようになり、後部合体派の勢力は低下した。長州藩は8000名と言われる、駐在兵を京都に置き、審派を含めれば3万を動員できるとされた。こうした、尊上派により、倒幕が行われることを憂う公明天皇の、思惑とは裏腹に、尊王上位派のマキーズミラは、倒幕、王政復興を実現させるべく運動し、 1863年9月25日、天皇が、神武天皇陵春日大社に行行して、上位を祈願して、神聖の軍儀を行うという見事のりが出る。これを受け、かねてより、中川の宮朝彦神皇を介して、天皇の真意を知っていた薩摩藩の高崎左太郎は、藍津藩の秋月定次郎を通じて、松平か盛りを説いた。 片森は帰還途中の合図藩兵を呼び戻し、中川の宮と共に綿密な計画を練り、天皇の同意の上で、薩摩藩と三十日に、宮廷の御門を制圧し、長州藩兵及び三条ら七人の苦行を長州へ撤退させるクーデターを決行し、牧や草坂玄瑞ら長州藩系の尊上勢力の一層に成功した。一方1864年2月7日、 以降、徳川吉信、松平春学、松平片森、伊達宗成、島津久光による、初の諸公会議となる三阿会議が開催され、神奈川佐向談藩、長州藩の処置、大阪港の防備強化などの議題が話し合われた。春学、久光ら諸公は、持論の開国論を唱えるが、幕府を代表する吉信が、横浜佐向を主張して対立し、 結局、幕府の思惑通り何の実績も挙げられぬまま、翌年3月に解散となった。春学らは帰国資産預かい議体制はわずか、数ヶ月しか持たなかった。薩摩藩はこれを機に、幕府や吉信との確執を深めていくこととなる。この後、朝廷から金利御主演総督、石灰防御式に任ぜられた吉信は、京都守護職、松平片森、京都諸子大。 松平、貞明兄弟らと共に、江戸の抜閣から半ば独立した動きを見せることとなる。この頃、各地で、尊上過激派による、実力行使の動きが見られたが、いずれも失敗に終わっている。1863年9月29日、大和では、九行、中山忠光、吉村虎太郎、池倉田、松本啓道、藤本鉄石、さらには、 河内の王子主水軍前のスケラも加わった、天中組の変が勃発し、続いて、田島では、沢信義、平野国を未による幾野の変が、連鎖的に発生した。また、土佐藩では一藩金納を唱えた、竹市随山が率いる土佐金納党が、後部合体に戻った元藩主の山内と吉茂により、弾圧され、尊上勢力は交代した。さらに、 水戸藩では1864年5月2日、藤田小四郎、武田幸雲在ら天狗党が筑波山で挙兵。水戸藩の要請を受けた幕府軍の追撃により壊滅させられる事件も発生した。このような状況下、前年の8月18日の政変以降影響力を減退していた、尊皇上位派の中心、長州藩では京都への進発論が沸騰。 折から、京都治安維持に当たっていた合津藩預かりの、新選組が、池田屋事件で、長州藩など尊重派の死死数人を殺害したため、火に油を注ぐこととなり、ついに、長州藩兵は上京。1864年8月20日、京都守備に当たっていた幕府や合津薩摩軍と激突し、御所周辺を巻き込んだ合戦が行われた。この戦で、 一敗地にまみれた長州藩は逆賊となり京から追放され幕府から聖罰軍が派遣されることとなる。さらに9月5日には前年の下関における外国戦砲撃の報復としてイギリスフランスアメリカオランダ4国の極東艦隊が連合して下関を攻撃。装備に劣る長州はここでも敗れ長州藩は窮地に陥った。 逆賊となった長州藩に、長州への聖罰が発令され、総大将に、徳川義勝、副将に、松平茂明、参謀に、西郷隆盛が任命された。現時元年9月大阪での勝海州との会談を経て、長州藩への実力行使の不利を悟った西郷は、改選を回避し、長州藩からの謝罪を引き出す方針を取る。 四国艦隊下関砲撃事件での敗戦以降、松下村熟系の下級藩士を中心とした上位派勢力が交代し、無くなし等だら不大家臣を中心とする俗論派が対等していた。幕府への標準路線を貫き、責任者の処刑など最後が提示した幸福条件の受け入れを承認したため、第一次徴収性罰は回避されることとなった。しかし、 長州藩内で、旧上伊派の粛清が続く中、同年末に、野村望東にに激励された、高杉晋作が騎兵隊などの諸隊を急合し、長府港山寺にて挙兵。翌年諸島、藩中数部の籠もる萩城を攻撃し、俗論派を壊滅させて、再び反論を、反爆派へ脱回した。反論の再転換により、規定の降伏条件を履行しない。 長州藩への苛立ちは高まり、小笠原おさゆき、勘定奉行、小栗忠正ら強硬派による長州再生論が浮上し、将軍家持ちは再度上洛する。一方、安政条約に明記されながら、未だに朝廷の許可がないため開講されていなかった、兵庫問題をめぐって英国公使パークスが主導する。 英仏乱連合艦隊が1865年11月4日、兵庫沖に迫った。上位派への配慮から、わざと幕府が外交を停滞させていると見た、パークスラは、薩長が上位策を放棄した時点で障害は除かれた、はずであるとして、兵庫外交か条約直結を求めて、威圧を行ったものである。情報案として英国は、 下関戦争賠償金の引き下げに応じる姿勢も見せた。幕府主導の外交を狙う老中、安倍正と松前忠博らはこの動きに対して幕府単独の開口方針を決めるが、朝廷との連携を重視する徳川義信は難色を示す。独断で兵庫開口を決めた安倍正樹に対して朝廷から老中悲免の例が出されるという異常事態となった。 朝廷による現実の幕政介入という事態に、吉信に対する疑念が幕臣たちの間で深まり、家持ちが将軍辞職を漏らすなどの混乱が起きた。吉信は家持ちを説得する一方で、条約直挙兵庫開港をめぐって、在京の諸藩士を集めた上で、11月22日朝廷に条約直挙を認めさせた。 また関税改正の合意を得るというイギリスの目的も達成されたことで四国艦隊は兵庫沖から去った。翌1866年6月25日に改税役所が調印され輸入関税が大幅に引き下げられたことにより日本の輸入は急増した。大量生産による安価な綿製品に立ち打ちできず日本の手工業的綿織物は大打撃を受けた。 こうした中、薩摩藩は徐々に幕府に非協力的な態度を見せ始め、中日講師、ハリー・パークス、アーネスト佐藤の助言のもと、長州藩との提携を模索する。薩摩藩の被護下にあった土佐ロウ氏、坂本龍馬や、同じく土佐ロウ氏で、下関に筆足していた三条耳らに従っていた。 中岡慎太郎らが終戦する形で、薩摩長州両藩の接近が図られる。逆賊に指名され表向き武器の購入が不可能となっていた長州藩に代わって、薩摩が武器を購入するなどの経済的な連携を経た、あと、1866年3月7日、京都薩摩藩邸内で、木戸高吉、西郷らが立ち会い、薩長同盟の密約が締結された。 偶然ではあるが、幕府は、薩長同盟が締結された翌日に、第二次長州征抜を発令した。7月18日に開戦するが、薩摩との連携後軍備を整え、大村松次郎により、西洋兵学の訓練を施された、長州の諸隊が幕府軍を圧倒。各地で幕府軍の敗北が相次ぐ中、1866年8月29日、 家持が大阪城で病死。徳川宗家を相続した吉信は、神聖の意志を自ら見せるものの、一転して和睦を模索し、広島で幕府の死者、かつ海州都長州の死者、広沢寂臣、井上薫らの間で、停戦協定が結ばれ、第二次長州制伐は終焉を迎えた。大政奉還図、村田丹良筆、家持の死後、 将軍後見職の徳川義信は徳川宗家を相続したが、聖遺体将軍職への就任は拒んでいた。だが、5ヶ月後の1867年1月10日ついに将軍宣言を受け将軍就任し、家持ちの都ぶらい合戦として長州を制圧することを公言する。公明天皇は義信を非常に信頼しており、長州政党に反対した。 大原重徳ら二十二教を処罰するほどだった。しかし、一月三十日に、天然党のため天皇は崩御する。二月十三日に、僕ひとし新王が戦争する運びとなった。薩摩藩の西郷大久保利道らは、政局の主導権を握るため夕飯連合を模索し、島津久光、松平春学、伊達宗乗山内王道の状況を促し、 6月6日から4、公会議を開催して、兵庫開港及び徴収処分問題について、徳川吉信と協議させたが、吉信の政治力が上回り、団結を欠いた4公会議は無力化した。6月26日には、セッション2条、成行き以下多くの苦行を集めた、徹夜の調議により長年の懸案であった、兵庫開港の直挙も得るなど、吉信による、 主導権が確立されつつあった。さらに吉信は、フランス公使ロッシュの助言を入れ、フランス式の軍事訓練が行われたほか、江本元明の下で、幕府海軍が整えられた。小栗忠政や栗本上雲らが中心となって、フランスとの大借款の相談も行われた。また、老中制度も改められ、老中主座の板倉勝基を首相格として、格老中が、 陸軍、海軍、国内事務、海警、外国事務の各総裁を兼務する内閣に似た形が取られ、さらに時間に当たる、諸分業にも有能な人材が抜擢されるようになった。こうして幕府が息を吹き返そうとする状況の中、薩摩、長州はもはや武力による倒幕しか事態を打開できないと悟り、土佐藩、芸州藩の取り込みを図る。土佐藩では、 後藤昌二郎が坂本龍馬の影響もあり、武力討幕路線を回避するために大政奉還を定義し、薩摩藩もこれに同意したため、7月23日には殺土名約が締結される。これは徳川義信に自発的に政権返上することを検白し、拒否された場合には武力による圧迫に切り替える策であった。しかし、 兵力の発動を渋る山内陽道に反対され、また、薩摩藩も、吉信の拒否を大義名分として、結局武力発動しかないと判断していたため、両藩の思惑のずれから10月4日明約は解消。結局と左藩は10月29日単独で山内、陽道が、老中の板倉に、大政奉還の憲白書を提出した。一方、薩摩藩の奥母、 最後らは、長州藩、厳州藩との間に武力を背景にした、政変計画を策定。さらに落北に陰性中だった、岩倉智美と交錯し、中山忠康、中三角常の、大木町三条佐根なるらによって、1867年11月9日に、倒幕の密直が下された。ところが、徳川義信は、山内陽道の進言を採用し、 同日に大政奉還を明治天皇に創生しており、東幕派は大義名分を失った。大政奉還により、江戸幕府による政権は形式上終了した。吉信は1867年11月19日に将軍職辞職を申し出たが、幕府の職制も当面残されることとなり、実質上は幕府支配は変わらなかった。 岩倉や大久保らはこの状況を覆すべくクーデターを計画する。1868年1月3日に王政復古の大号令が発せられ、吉信の将軍職事職を、直挙幕府、摂政、関白などが廃止され、天皇申請を基本とし、総裁、議定、参与などからなる新政不樹立が発表された。 同日夜、薩摩藩平などの警護の中行われた、正午初会議において、徳川義信への時間及び領地返上が議題となる。会議に参加した、山内陽道や松平春学は、もう反対するが、岩倉や大久保らが押し切り、時間の落ちが決定された。決定を受けて吉信は、大阪城へ退去したが、山内陽道、松平春学、 徳川義勝の仲介により、時間農地は、次第に、骨抜きとなってしまう。そのため、西郷らは、佐良創造ら老子を集めて、江戸に相乗を起こし、旧幕府側を挑発した。江戸市中の治安を担当した省内藩や、勘定奉行、小栗忠政らは激行し、薩摩藩邸を焼き打ちした。なおこの頃、政情不安や、物価の高騰による、 生活苦などから、世直し一揆や打ち壊しが頻発し、また、社会現象として、a、えー、じゃないかなる奇妙な流行が広範囲で見られた。外国の要人と会う明治天皇。1868年から1870年の間で、天皇の年齢は、当時10代と考えられている。 シャグマの被り物をして戦うと左藩の早招待、江戸での薩摩藩邸や秋内の方が大阪城へ伝わると、木内の旧幕兵も交付にし、盗撮票を掲げ、京への進軍を開始した。1868年1月27日、鳥羽街道、伏見街道において、薩摩軍との戦闘が開始された。官軍を意味する、錦のお旗が、薩長軍に翻り、 幕府軍が俗軍となるに及び、淀藩や阿納津藩などの寝返りなどが相次ぎ、二日後には幕府軍の敗北が決定的となる。徳川義信は軍艦海洋丸にて江戸へ逃亡し、旧幕府軍は瓦解した。以後、翌年まで行われた一連の内戦を、慶応四年の江戸にちなんで、母親戦争という。 なお、母親戦争中の1868年10月23日には、慶応から明治に改元された。統制大総督として、アリス川の見当たる人親王が任命され、東海道、中仙道、北陸道にそれぞれ統制軍が派遣された。一方、新政府では、今後の姿勢の指標を定める必要から、福岡皇帝、より君政らが寄贈した原案を、 長州藩の木戸高義が修正し、五カ条の五正門として発布した。江戸では、小栗らによる徹底抗戦路線が尻溶けられ、吉信は強順禁止を表明。吉信の意を受けて、勝海舟が終戦処理にあたり、山岡鉄舟による終戦、天章院や和宮の懇願、西郷、勝ち階段により決戦は回避されて、江戸城は無血解除され、 徳川家は、江戸から寸譜七十万国へ違法となった。しかし、これを不満とする爆心たちは脱走し、北関東、北越、南東北など各地で抵抗を続けた。一部は、将棋隊を結成し、上野関栄寺に立てこもったが、7月4日、長州藩の大村増次郎率いる諸藩連合軍により、わずか1日で鎮圧される。そして、 旧幕府において、京都と江戸の警備に当たっていた合津藩を呼び、庄内藩は、朝敵とみなされ、合津は天皇へは、標順を表明するものの新政府への武装敵対の意思を示し、新政府は、周辺諸藩に合津への出兵を迫る事態に至った。新政府に、列位の立場で参加することを嫌った仙台藩、戦国時代の丘陵回復を望んだ。 米沢藩などの主導により、道の区、では及び、越後の諸藩が、奥上津列藩同盟を結成し、名手として、上野戦争以降東北にいた、林王寺空港元邦親王が擁立された。長岡、藍津、秋田などで、激しい戦闘が行われたが、いずれも新政府軍の勝利に終わった。旧幕府海軍副総裁の江野本竹藍は、 幕府が保有していた軍艦にお引き、各地で敗残した幕府側の勢力を集め、函館の五稜郭を占拠。旧幕府側の武士を中心として、明治政府から独立した政権を模索するが、函館戦争の結果、翌1869年6月27日、新政府軍に降伏し、母親戦争が終結した。その間、 薩長問いの建白により反赤法官が起訴され、同年9月初版の藩主は領地及び人民を政府へ返還、大名は自藩児となり、過信とも分離された。1871年8月29日には、廃藩地検が断行され、名実ともに爆反体制は終焉した。定義にもよるが、アメリカ海軍の軍人マシューペリーの来航が、 幕末の始まりとされることが一般的である。1846年7月19日国務長官、ジョン・カルフーンの命を受けたジェームズ・ビドルが通称を求めて裏側に来航した。ビドルの来航は感触を確認する程度のものであり、幕府がこれを拒否すると直ちに退去した。しかし米牧戦争の結果カリフォルニアがアメリカ領土となると、 太平洋航路を用いての中国との交易はアメリカにとって重要な課題となった。この場合、途中の補給拠点として日本の港を利用することが望まれた。したがってペリーの来航目的は補給港としての日本の開港が第一であり、通商交渉は二義的なものとなった。結果として1854年3月31日に調印された。 日米和新条約には通商条項は含まれなかった。日米和新条約に基づき、1856年8月21日に初代米国領事タウンゼント・ハリスが来日した。ハリスはまず日米和新条約の追加条項の交渉を行い、それが下田協約として締結されると、1858年1月25日から、 日米修航通商条約の交渉を開始し、同年7月29日に調印に至った。この交渉において、岩瀬ただなりは批准書の交換を、米国で行うことを提案し、受け入れられた。施設は1860年5月17日に、ワシントンで、ブキャナン大統領に越見批准書を渡した。また途中多くの近代的施設を見学し、 西洋文明の一端に触れた。このように開国初期における日本の対外関係は米国が中心であった。ハリスは欧州特に英国とは異なる外交路線を採用しており、英国公使ラザフォード・オールコックからは幕府寄りすぎるとみなされることもあった。日米修好通商条約の交渉中、ハリスは調印が遅れれば、 英国が軍事力を背景により厳しい条件での条約を押し付けてくるので、米国と日本にとって有利な条件で条約を結ぶべきと抜格に述べており、実際幕府が一般品の関税として12.5%を提示したのに対し、ハリスはより高い20%を提案、合意した。これは、同年に、清が押し付けられた転津条約の7.5%に比べると、 ずっと有利であった。上位運動が盛んになり、各国の公使館が江戸から横浜に引き上げた後も、ハリスは江戸に泊まった。幕府の内情にも通じており、新潟、兵庫、江戸、大阪の開港、開始の延期を幕府が求めた際も、これに同意している。しかし、1861年4月に南北戦争が始まった後は、米国の日本に対する、 影響力は小さくなった。例えば、幕府は1861年8月14日に、ハリスに対して、軍艦2隻の発注を依頼したが、米国政府はこれを受けることができなかった。健康上の理由で辞任したハリスに代わり、1862年5月17日に、新興師、ロバート・プルインが着任した。プルインも当初は、ハリスの独自外交を踏襲した。 しかし、米国商船が、長州藩から砲撃を受けた後は、英仏との協調路線に変更した。プルインは、富士山丸発注に関して、問題を起こし、幕府の信頼を失ってしまったため、1865年4月28日アントン・ポートマンを代理講師として、任期半ばで帰国した。1866年1月18日に三大講師として、 ロバート・バン・ボール・クンバーグが着任したが、英仏との協調は変わらず母親戦争では、局外中立を維持した。なお、幕府は、総甲艦鋼鉄を購入していたが、アメリカが中立を宣言したために受け取ることができず、また中立解除後に、明治政府に引き渡されたため、箱館戦争の推移に少なからぬ影響を与えた。イギリスの駐日大使、ハリー・パークスは、 18年間の長きにわたって日本に駐在し日本とイギリスの外交をリードした。1849年に関東領事となったジョン・バウリングは海軍力を背景とする交渉により和親条約ではなく一挙に日本との通商条約の締結を目指していた。しかしクリミア戦争の発生によって英国はアジア地域に 十分な軍事力を振り分けることができなくなってしまった。1854年9月、東インド艦隊司令官スターリングは敵国となったロシアのプチャーチンを追って長崎に入港したが、1854年10月14日、長崎奉行、水野忠則は半ば強引に日英和新条約を結んだ。結果として英国は、 米国と同じ権利しか獲得することができず、通商条約締結という思惑は実現しなかった。この条約に対してバウリングは反対したが、ロシアと戦争状態にある現状では、函館を英国戦が利用できるメリットがあるとされ、結局批准されている。その後もアロー戦争があり、英国は日本との外交にリソースを割くことができず、通商条約に関しても、 米国に遅れを取ることとなった。初代英国公使ラザフォード・オールコックは、1859年7月11日に、江戸城に途上、批准書の交換が行われた。公使館は、高輪東善寺とされた。1860年、上位派との妥協策として、幕府は、安政後過酷条約で約束されていた兵庫、新潟、江戸、大阪の開港。 開始延期を条約締結国に申し入れた。米国公使ハリスはこれを受け入れたが、オールコックは条約は遵守すべきとして反対であり、そのような重大な変更は条約締結国に施設を派遣して議論すべきとした。1861年7月5日には英国公使官が襲撃され、オールコックは難を逃れたが、公使官員2人が負傷した。 事件後の8月14日と8月15日の2日間に、渡り、オールコックは、老中、安藤信正、若年寄、堺正との秘密会談を持ち、幕府権力の低下を素直に打ち明けられた。また、この会談で、オールコックは、ロシア軍艦津島占領事件に、解決のために、英国海軍が支援することを提案し、実行されている。この結果、 オールコックは、開港、開始延期に反対することは特策でないと考えを変え、ヨーロッパに派遣される、文久圏王施設を積極的に支援することとした。オールコックは、自身の死化帰国を利用して、施設とともに、英国本国政府との交渉にあたり、1862年6月6日、ロンドン覚書に調印、開港、開始の5年間の延期が認められた。 また、オールコックは、施設一行が、ロンドン万国博覧会の開会式に、出席できるように取り計らい、また、フランス講師、デュシェヌ・ド・ベルクールらと協力して、施設一行が、欧州の進んだ文明、工業を学べるように提配した。オールコックが、四角帰国中、英国代理講師は、ジョン・ニールが務めたが、この間に、日英関係は、最大の危機を迎えた。 1862年6月26日、英国公使館は再び襲撃された。さらに、同年9月14日に、生麦事件が発生した。幕府に、上位派取り締まりを促すために、英国東イン度艦隊司令、ジェームズ・ホープは、必要があれば、日本の海上封鎖及び一部砲台に対する、限定的な攻撃を考慮することを提案した。 この提案は1863年1月9日に、ビクトリア女王臨席で開かれた、数密委員会議で直令を得ている。英国は、第二次、東ゼンデ寺事件の賠償金として1万ポンド、生麦事件の賠償金として10万ポンドを幕府に要求した。交渉は難航したが、賠償金支払い日を1863年6月18日に、 することで決着した。ところが、その頃京都では、徳川家持が、公明天皇に1863年6月25日を、もって、上位を実行することを約束しており、この影響を受けて幕府は、支払いの延期を通告した。ニールは激怒し、幕府に対する軍事行動を新任の東インド、艦隊司令キューパーに委ねた。 まさに戦争直前の状態となったが、老中、小笠原おさゆきの独断によって、上位実行前日の1863年6月24日に、賠償金11万ポンドが一括して支払われ、幕府と英国間の戦争は避けられた。幕府との交渉が成立した後、ニールは自ら鹿児島に赴いて、薩摩藩との交渉を行うこととした。が、交渉は決裂して、 1863年8月15日、戦闘が発生した。同年11月15日には、撮影戦争の講和成立が成立したが、この交渉は、薩摩と英国が接近するきっかけとなった。上位実行命令に基づき、長州藩は、下関海峡を通過する外国船に対して、砲撃を開始し、関門海峡は、通行不能となっていた。 1864年3月、鹿が終わり、日本に戻った、オールコックは、長州藩への武力攻撃を行い、上位が不可なることを知らしめることとした。オールコックは、普通、蘭、舞の講師の合意を得、1864年9月5日、4カ国連合艦隊は、下関の砲台を、砲撃、さらに陸戦隊を上陸させ占領した。しかし、この行動は、 本国政府からは、やりすぎとみなされ、オールコックは本国に召喚されてしまった。なお、この事件を通じて、英国は、長州藩との間にも関係を構築した。下関戦争の賠償金は300万ドルという、巨額なものとなったが、支払いは、幕府が行うこととなった。新任の講師ハリー・パークスは、賠償金を減額してでも、兵庫を、 早期開港させた方が英国にとってメリットが大きいと考えた。当時、将軍、徳川家持以下の主要幕閣は京都に滞在していた。このため、パークスは条約直結と兵庫の早期開港を求めるため、普通、蘭、舞を誘い、軍艦8隻を引き連れて、1865年11月4日に兵庫沖に来航し、強圧的な交渉を行った。 結果、兵庫の早期開港は認められなかったものの、11月22日に安政後過酷条約に対する直許が降りた。加えて、関税の見直しに関する合意も得、翌1866年6月25日に改税役所が調印され、輸入関税が大幅に引き下げられた。結果として、日本の輸入は急増し、 一部の産業は大打撃を受けることとなった。パークスは本国の方針に従い、あくまで内政不干渉の立場を維持した。しかし、影響力を持った何人かの大名の領地を自分自身で訪問したほか、部下の佐藤やミッドフォード、さらには民間人のトーマス・グラバーらを使って、維新の志士たちとも積極的に接触した。ただし、 徳川義信に関しては、非常に高く評価しており、幕府の画界を予想していたわけではない。が、同時に、そのような事態に備えて、天皇宛てのビクトリア女王の信任状を、あらかじめ本国政府に要求していた。このため、新政府成立後の1868年5月22日、いち早く新政府を承認することができた。戊辰戦争に関しては、英国は、 局外中立を宣伝し、他国もこれに追従した。また、パークスは新政府軍の江戸上層攻撃に関しては、無抵抗の徳川義信に対して攻撃することは、万国広報に反するとして反対し、江戸無血会場の一員となったとも言われている。幕府陸軍のフランス式機兵。江戸幕府は、近代軍の設立のため、フランス軍を参考とした。フランスは、 琉球王国との間に琉仏修好条約を結んでいたが、米エロランとは異なり、日本と和親条約は結んでおらず、1858年10月9日の日仏修好通商条約が両国間の最初の条約となった。翌1859年9月6日、初代領事ギュスターブ・デュシェーヌ・ド・ベルクールが着任した。 デュシェヌ・ド・ベルクールは、基本的には、英国と共同補調を取っており、生麦事件後に、英国が、軍事行動を起こすことがあれば、横浜の防衛はフランスが引き受けることとなっていた。しかし、生麦事件の交渉の後、デュシェヌ・ド・ベルクールは、次第に、新幕府的な立場を取るようになった。1863年秋に、幕府は、横浜の佐を言い始めたが、 各国の公使がこれを拒否する中、デュシェーヌ・ド・ベルクールだけは理解を示し、横浜佐向断パン施設団の派遣を支援した。1864年4月27日、デュシェーヌ・ド・ベルクールはその任務を公認のレオン・ロッシュに譲ったが、ロージュはフランス政府にデュシェーヌ・ド・ベルクールの留任を嘆願するほどであった。このため、ロッシュも幕府と 親密な関係を築くことができ、フランスは、幕府の政策により、積極的に関与していくことになる。1864年9月、幕府は昇格丸の修理を、横浜停泊中のフランス軍艦上院に依頼した。この際のフランス側の作業の誠実さから、幕府はフランスを強く信頼するようになり、横須賀製鉄所の建設をフランスに依頼し、 翌1865年10月13日に着工された。建設資金は240万ドルと見積もられた。当初はこの支払いのため、幕府が直接キートを輸出することが計画されたが、英国の反対に合い実現しなかった。さらにロッシュは、小栗忠政に要望され、600万ドルの借款を支援し、1866年9月28日に、 契約は一旦成立した。小栗は、この600万ドルで幕府の軍備増強を行い、薩摩、長州を打倒し幕府を中心とした、中央集権国家を作り、日本の近代化を達成する計画だった。1866年12月11日、ロッシュは、徳川義信の依頼により幕政改革を提言し、そのいくつかは、慶応の改革として実現した。 1867年1月12日からフランス軍事故問題による幕府陸軍の訓練も開始された。吉信の弟である徳川秋武は吉信の名代としてパリ万国博覧会に派遣され、その後パリにて留学生活を送っていた。しかし、本国の外務大臣が交代し、大英響調査を取るようになったことから、借款は中止され、ロッシュは、 本国から見放される形となった。とば、伏見の戦いに敗北後、徳川義信は、江戸に戻ったが、ロッシュは三度に渡り途上し、義信に再起を促した。しかし義信はこれを拒否した。その後、英国公使パークスが、局外中立を提案すると、ロッシュはこれに従うしかなかった。間もなく、ロッシュは公使を罷免され、公認のマキシュミリアン・ウートレーは、 英国との共同路線を取った。オランダから寄贈された観光丸オランダは鎖国中も、デジマでの交易を許されており、また、オランダ風雪書にて、海外事情を幕府に報告していた。さらにアヘン戦争が始まると、以降は別段風雪書を作成して、イギリスの武力による中国進出を詳しく報告した。1844年8月14日に、 長崎に入港した軍艦パレンバン号は、オランダ国王ウィレム2世の新書を携えており、武力によって強制される前に平和的に開国する、ことを進めてきた。老中に再任していた、水野忠国は、開国を主張したが、他の幕閣の同意を得られず、また将軍、徳川家吉の反対もあって、幕府はこれを拒否した。1852年7月、 ヤンドンケル・クルティウスが到着、デジマのオランダ召喚長となったが、これは、開国を見越した人事であり、クルティウスは、外交官として活動できる資格を有していた。クルティウスは別段風雪所で、ペリーの来航を予告するとともに、東インド総督、バンツイストの通商条約草案を提出したが、交渉には至らなかった。1853年7月8日に、 ペリーが来航を、翌年の裁縫を告げて立ち去ったが、幕府は、開国に備え、クルティウスを通じ、軍艦の発注と乗員の訓練の申し出を行った。この申し出は、翌年3月に来航したスムービング号のファビウス、艦長と長崎奉行、水野忠則の間で、より具体化し、1854年11月11日、オランダに、コルベット2隻が発注された。 さらに、1855年12月3日には、長崎海軍練習所が設立され、オランダは練習船として、スムービング号を寄贈した。ヘルハルト・ペルス・ライケン、ビレム・ホイセン・ファン・カッテン・ディーケを団長とする、共感団が派遣された。この功績が認められ、1856年1月30日には、日蘭は新条約が調印され、クルティウスは、 中日オランダリ時間となった。1857年10月16日には、日蘭追加条約が調印され、自由貿易ではないものの、貿易の大幅な拡大が認められた。1858年春、クルティウスと補佐官のディルク・デグラーフ・ファン・ポルスブルックは、江戸に出て、通商条約の交渉を開始し、日米修行通商条約には1ヶ月ほど遅れたが、 1858年8月18日日ン修行通商条約調印にこぎつけた。ポルスブルックは1863年7月に公使となったが、下関戦争や兵庫開港要求事件の際は、英仏米と共同補調を取った。また、ポルスブルックは、スイスベルギーデンマークなどのヨーロッパ諸国と幕府の条約締結に積極的に関与した。 長崎海軍練習所は、1859年に、資金不足を理由に閉鎖されてしまったが、1862年には、幕府海軍最大の軍艦となる海洋丸を、オランダが受注。軍艦引き受けを兼ねて、江本武明15人の留学生がオランダに、派遣された。1867年5月20日、海洋丸は幕府へと引き渡された。 海軍練習所から派生した長崎英語練習所や長崎養生所は名前を変えて現在も存続している。そこではフルベッキ、ポンペ、ボードウィン、原田マラが教育に尽力し幕末、明治初期の人材育成に貢献した。1779年、アッケ氏にエカチェリーナ2世の新書を携えたシャバリン、アンチーピンをはじめとする ロシア人訪問団が来訪した。地理的に日本に近いこともあり、日本に関するロシアの関心は高かった。すでに1705年には、サンクトペテルブルクに日本語学校が設立されている。1771年、ハンガリー人、モーリツ・ベニオブスキーがカムチャッカから脱走して、アワに来航し、オランダ商館長を通じて、ロシアが、 エゾ地への攻撃を計画しているとの偽情報を伝えた。このため、ロシアへの警戒感が高まり、1781年、五六道平助が赤エゾ風雪港を著述、これを読んだ老獣、田沼沖継は、エゾ地の探検、開発を進めさせた。また、ロシアとの交易も考えたが、1786年に失脚し、実現には至らなかった。 日本との交易を求めた最初のロシア人はヤクーツクの商人パベルレベデフラスである。数度の失敗の後、1778年にラストチキンの部下のドミトリー・シャバリンとシベリア貴族で日本語学校の生徒であったイワン・アン・チーピンがエゾアッケ氏に来校し、マサキハンとの接触に成功した。一行は翌年にも来航したが、マサキハンは翌年に 独自の判断で公益を拒否し、幕府へは報告されなかった。完成4年には、アダム・ラクスマンが正式に通称を求めてきた。老中、松平・サダノブは、ロシアとの限定的通称を考慮し、長崎への入港許可証である、心配を交付した。しかし、ラクスマンは、長崎へは向かわず帰国した。1804年。 この心配を持ったニコライ・レザノフが長崎に来航した。しかしすでにサダノブは失脚しており、交渉は不成立に終わった。怒ったレザノフは、部下は1807年にエゾ地を攻撃させ、日露関係が緊張した。このため、エゾ地は一時幕府の直轄領となった。その後ロシアの関心が国会方面に向いたこともあって、緊張は緩和され、 1821年に、エゾチは、マサキ藩に戻された。1853年8月22日、ペリーより、約1ヶ月遅れて、エフィムプチャーチンが長崎に来航し、日ロワ新条約の交渉が始まったが、調印は1855年2月7日と、後から交渉が始まった。日英は新条約より遅れた。これは、日ロワ新条約で、 日露国境の問題が話し合われたためであるが、カラフトの国境に関しては決着せず両国の混在地とされた。その後、1859年8月の村日オフラ以降、1862年8月の文久圏王施設ロシア訪問時にも話し合いが持たれたが決着せず、ようやく1867年3月30日に、 日露間カラフトト仮規則が仮調印されたが、幕府はこれを批准しなかった。国境問題は、1875年5月7日の、カラフト、千島交換条約によって、一応の決着を見た。なお、村ビヨフが来航した際に、ロシア海軍の軍人二人が上位派武士に、殺害されている。これが、幕末の最初の外国人殺害事件であるが、 村比与府は賠償金を請求しなかった。ロシアは他国と異なり、総領事館を箱館てに置いていたため、日本の内政問題に関わることは、ほとんどなかった。しかし1861年3月14日から、約半年間、ロシア軍艦ポサードニクが、艦艇の修理を名目として、津島芋先を占拠する事件が起きている。幕府は単独では、 対処できず、英国の介入により、ロシア軍艦を退去させることとなった。ドイツの統一は1871年であるため、外交主体となったのは当初は、プロイセン、続いて、北ドイツ連邦であった。シーボルトやケンペルなど、オランダ東インド会社の社員として、日本を訪問した、ドイツ人はいたが、公式な関係は1861年1月24日に、 オイレンブルクが幕府と日広し就航通商条約を結んだことに始まる。この交渉は難航した。2年前の安政後過国条約とは異なり、日本国内には上位機運が盛り上がっており、さらにプロイセントだけではなく条約にドイツ関税同盟諸国など30数カ国を含めることを求めたからである。結局条約はプロイセントのみ結ばれたが、 条約の交渉に当たった堀利宏氏が謎の自殺を遂げている。初代の中日行事にはオイレンブルクと共に来日したマックス・フォン・ブラントが任命された。当時プロイセンは海外に植民地を求めていたが、ブラントはエゾ地は無主地であるとして、十数隻の艦隊と五千人の上陸兵で占領できると主張していた。実際に母親戦争に際して、 アイズ藩、庄内藩が領有するエゾ地のネムロやルモイの譲渡と、引き換えにプロイセンとの提携を提案していたが、当時の最小ビスマルクはこれを認めなかった。ブラントは、母親戦争は、長期戦となり、場合によっては日本が、南北に分裂するものと考えていた。英仏蘭マイと同様局外中立を宣言したが、奥上えつ列藩同盟だけでなく、 箱館政権にも、同情的な姿勢を見せた。また、プロイセン領事館の初期官であったヘンリー・スネルは、領事館を退職して、奥上津列藩同盟の軍事顧問務め、弟のエドアルドは、スネル商会を設立して、同盟軍に武器を供給した。しかし、選挙区を左右する事態にはならず、戦争終結後も、日本とプロイセンとの外交関係は維持された。 ただし、プロイセン商人がルトネルが、函館郊外で経営していた農園は、ここを起点に植民地化の恐れがあるとして、明治政府は賠償金を払って、これを回収している。来日した外国人により、多数の見聞録が書かれ、写真が残されている。見聞録の日本語訳は、新国総書、岩波文庫、講談社学術文庫などから相当数が、 観光されている。また、渡辺慶に、行きし、世の面影には、主要な見聞録の内容が詳細に紹介されている。写真も多くあり、小沢武史編、幕末写真の時代、横浜開港資料館編、エフベアト写真集1、幕末日本の風景と、人々、どうに、外国人カメラマンが撮った、幕末日本が読みやすい。近年は、 デジタル技術の発達で、再色再現が可能となっており、それを用いた、出版書籍もある。砂漠からの派生、主に、東北地方で強くあった。幕府や各藩は、解剖や治安維持のため、そして後には倒幕運動やその対策のために、競って、西洋の最新兵器を揃えようとした。しかし長い鎖国の間に、 西洋の軍事技術との差は開いており、弾薬まで含めた自制は困難であったため、ほとんどは外国商人から購入して賄った。日本刀に関しては、尊王上位派の志士の間で、金納刀や金納ごしらえと呼ばれる三尺前後で、反りが少ない朝鮮の内刀が流行し、砂漠派も対抗として長大な刀を使うようになった。 ただし、領事裁判権はむしろ幕府が求めたものであり、関税に関してもこの時点では妥当なものであった。むしろ問題は、金銀等価交換を認めたことであった幕末の通貨問題。なお、小笠原としては本気で交渉して鎖行するつもりはなく、横浜の商人に対しては、公益は従来通り許すから安心するよう、布告している。なお、 この時幕権強化を唱える高派の抜閣は、毛利高地下、毛利広厚府氏やご教を江戸へ送らせようとしたが、吉勝は、その指令が届く前に鉄兵を命じた。在京各藩氏には、前日に二条城にて諮問していた。ありがとうございます。